スミースエスミースエは、奈良県出身の小説家。代表作は、橋のない川で、ブラック差別について取り組んだ。スミースエ子名義による著作もある。奈良県四季群平野村の生まれ。東京府豊玉郡杉並町在住を経て、1935年に、夫の郷里である、茨城県稲敷郡牛久村上中の小川、右洗濯のすぐ近くに転居し、 執筆と農作物自給生活の拠点とする。以降60年以上、同所に居住。代表作、橋のない川を、はじめ、多くは、農村で執筆された。第二次世界大戦中は、農夫あれ、生産の歌、日の丸少女、桜という、野の旗風、がたきに着くなど数々の軍部賛美の随筆や小説を書き、それらの作品で、戦争はありがたい。 戦争は価値の標準を正しくしてくれる。そして人間の心に等しく豊かさを与えてくれる。戦争はありがたい。あり余るものによってかえって心を貧しくされがちな人間の弱点を追い払って、まに豊かなものを与えようとしていてくれる。やあ、おめでとう。マニラも落ちたね。いや、愉快だ。まったく痛快だ。無敵行軍。何がいけない 母無敵興軍を不穏だなんて言った腰抜け野郎、今こそ出てこい。深刻日本は、開白以来無敵なんだ。それを、英米の放慢野郎に気兼ねして、無敵興軍と言っても書いても吹かないなんて、そんなべらぼうな話があるかつてんだ。いや、めでたい正月だ。マニラが、たいもなく、落ち上がったなどと書いている。その時スミーは40歳を過ぎていた。しかし敗戦後、 スミイは、自らの戦争協力の過去を積極的に、偽るようになった。儒学文章との対談では、次のように語っている。スミイ戦争中の17、8年は、私たち童話を書く人間も集められて、童話は国策に沿って、国のためになるような童話を書けと言われました。ある時は、大蔵省、それから、情報局の両方から呼び出されて、結局、 命令通りに書かなければ、雑誌の紙をくれない、単行本出すにも紙をくれない、と、意地悪したからね。だから、気の弱い人は、翌3回や情報局の言う通りになりましたよ。そういう会合でもそいつらと喧嘩したのは、やっぱり私一人でした。受学やっぱり、スミーさんだ。スミー軍の要請に従って、ある時、大倉省や情報局の役人が、子供に、お父さん、 お母さん、今、お国は大変なんだから早く税金を納めてくださいと、親たちを説得するようなものを書けと言うんですよ。だから私は、そういう童話は書けません。子供に、修税理の下働きをさせるような、そんな真似はできません。そう言ったら、怒りましてね。みんなのいる中で散々私に悪態つきましたよ。みんな黙って聞いてました。 書けないと突っ張ったのは私一人です。字に聞く反骨対談 P121、スミイスエ作品集、第8巻収録晩年、戦時中の抑3発言を、桜本富夫に指摘されたスミは、ほ,ほほほ、何書いたか、みんな忘れましたね。書いたものにいちいち深い責任感じていたら、命がいくつあっても足りませんよ。いちいち責任取って腹切るのなら、 腹がいくつあっても足りないなどと方言した。墨ミの説明によると、これらの抑散的な文章は、思想犯として、たびたび検挙された夫の罰金を支払うために、不本意ながら書いていたものであるという。それに対し、前田ひとしは、戦時中の言論弾圧は、罰金程度で済むほど甘いものだったのかと疑念を、呈している。前田はまた、いずれにせよ、スはそれ以前は、 他の作家たちの戦争協力の例を挙げる一方で、書けないと突っ張ったのは私一人ですと言っていたが、それが、虚構であることが桜本にとって明らかにされたわけで、あるとも評している。桜本による情景のインタビューについて、高崎隆二は、サタイネコをはじめ、林文子、吉谷信子、豊田雅子、園地文子、増木静江など、 の女性作家にも戦争協力の過去があるのに、なぜ墨だけをやり玉にあげたのかとなじり、同質の多数の中から特定の、一人だけ、を標的にするのは、いじめ以外の何者でもないと非難した。これに対して、前田は、同質の多数の中から特定の、一人だけをかばうのは、その意図のあるなしに関わりなく、深格化以外の何者でもないと批判した。 末は、牛久城中の自宅敷地内に、抱え、白らきを立て、人間平等思想の学習会を行った。死去後も、学習会や明日付近の日曜日に、末をしのぶ、野原の日が開催された。現在でも建物は存在し、希望者が見学することは可能である。2006年6月18日には、野原の日が、学習会の主催でなく自由参加となり、 以後も毎年6月第3日曜日に、抱え、白記者にて開催される。夫は編集者、農民文学者の犬田茂。ジャーナリストエッセイストの増田玲子は、地娘。画家の畑は孫であり、その妻は、絵本作家の永田萌ありがとうございます。